高崎弁当株式会社は、高崎駅を拠点とする駅弁の調整業者である。群馬県高崎市の名物であるダルマをかたどった容器を使用したダルマ弁当が有名だが、他にも多数の商品を販売している。創業は1884年で、上越線が開業したのを契機に、おにぎり弁当を発売したことがきっかけとなっている。2008年現在では、 駅弁の製造販売のほか、駅構内での食堂や、立ち食いそば店などの営業、料理や、弁当の製造販売とデリバリー事業、ドライブインやレストラン事業などを多角的に行っている。JR 高崎駅構内での販売は、日本レストランエンタープライズとの合弁会社、株式会社にあたか弁によって行っていたが、全株式を、なに、売却、現や完全子会社の、 株式会社は、高崎サービスと立っており、高崎弁当との資本関係はなくなった。かつては一般道路の路面店舗を展開していた関係で、新潟市内などにもだるま弁当のロードサイド店が存在していた。1934年発売。左半の上に海苔が敷いてあり、その上に鶏のそぼろと照り焼き、コールドチキンが乗っている。マイタケ入りの鶏肉団子と、 こんにゃく玉、栗、漬物などがおかずとしてついている。だるま弁当ほどには有名ではないが、古くからの定番、1960年に発売された。発売当初は陶磁器の容器が使われていたが、1973年にプラスチック製の容器に切り替えられた。プラスチック容器の色は赤が基本だが、1997年の北陸新幹線線通の折には、 緑色のものが販売されたことがある。左半風の炊き込みご飯の上に、タケノコ、こんにゃく、栗、ごぼう、鶏肉などのおかずが乗せられている。容器は、だるまの口の部分に穴が開いており、食べ終わった後は、貯金箱として使うこともできる。2000年には、容器、具材とも子供向けにした、ハローキティのだるま弁当も発売されている。2006年5月からは、 瀬戸物の容器を用いた復古ダルマ弁当が発売されている。具材、米ともにすべて群馬県産の農畜産物を使用し、着色料、保存料などの食品添加物の使用も極力減らしたものとなっている。上、新越自動車道の横川サービスエリアでも販売されている。1961年に発売された。 駅弁の定番商品の幕の内弁当系列のもの。俵型を模した片押し白ご飯におかずを組み合わせたもの。1981年発売。粥に小エビ、栗が入っており、漬物がつく。粥と漬物が入った二つの発泡スチロール容器をボール紙パッケージに詰めた駅弁としては珍しいスタイルのもの。朝の6時半から2時間限定で100食の限定販売。 早い時には6時台に売り切れてしまうこともある。2019年販売終了1984年発売。マイタケの炊き込みご飯とおかずの幕の内。おおむね特製幕の内弁当のご飯をマイタケご飯としたという構成になっている。1990年発売。イワナを使ったおし寿司。漬物もつく。チャーシュー弁当液弁としては、他に上州の秋。 上州の冬などの季節限定弁当や、駅弁以外の弁当商品として、京風弁当、ランチ弁当、スポーツ弁当、お弁当、お料理などのカテゴリーのものが、定番商品としてラインナップされており、群馬県内のイベント、行事等に頻繁に供されている。AB 高崎弁当株式会社第57期決算、広告 ABE、上州の二大駅弁場新越道に進出。 交通新聞、P に、鉄道ファンに激震幻の駅弁、上州の朝がゆが、ひっそり販売終了高弁弁当、https コロンスラッシュスラッシュ tabeloz.com スラッシュ GUNMA スラッシュ H001 スラッシュ H00102 スラッシュ1 0 0 1 4一1 0スラッシュ。ありがとうございます。